はい、伊丹ローズガーデンの広沢です。今日は11月の25日です。今回はバラの苗を作るための台木についてね、少しお話しさせていただきたいなと思います。バラの苗は接ぎ木で作るんですが、その接ぎ木で使う台木はロサムルティフローラ、日本原産のノイバラですね。もうここにあるね、これこの大きい木がそうなんですけれども、先月葉のトラブルいろいろっていう動画で、まあ、去年ベド病にかかってね、残った葉をご覧いただいた株です。この辺にあったのをね、取ったんですけれども、ノイバラでトゲがね、もうないんですよ。ツルツル、トゲがない選別種ですね。この木はね、ここ能勢に引っ越ししてきてからすぐ植えたんで、もう8年経ってるんですけども、結構ねほったらかしてて、もう枯れ枝もたくさんのボーボーの状態になってしまってます。それでね、この長く伸びたこのシュートですね、この長く伸びたね、このシュートをこれ切ってね、スタンダード仕立ての台木にするんですけれども、まあ、1月ぐらいにねズバッと切って、で上は切り継ぎをして、で下は挿し木を同時にやるんですね。そうやってスタンダードの台木にするんですけれども、それである程度シュートは残しておいて、で春には花を咲かせます。秋にできた実はこの時期ヒヨドリにね食われる前に収穫して、台木の生産者さん鳥取県なんですけども、実をね送ります。で実がね熟して赤くなるのがかなりねまちまちで、まあ、あの辺はね結構早く、こう日がよく当たる南側のね、南東側のところは結構日がよく当たるので早く熟すんですけど、この反対側のね北側の方なんかはこの11月末ぐらいになってようやく赤く熟してるっていうような感じで、まちまちなんですよね。それで今年も11月の上旬からずっと実を取り続けてきてるんですけれども、ようやくね今日これがね、ここにあるこれが最後です。収穫した実はね、日に当てて追熟させてるんですが、結構症状灰がやってくるんでね、こうやってパオパオシートかけて時々霧吹きもしながらね、乾きすぎないようにしてます。まあ、実の中にはこんな感じで種が10粒ぐらい入ってます。台木の生産者さんはこの実から種を取り出して、でそれをまいて、で芽が出た苗を5月頃に畑に定植して、でちょうど1年経ったこの時期に掘り上げて送られてきます。弊社では接ぎ木は冬の切り継ぎでやってまして、台木はこんな感じで大きなポリ袋に入ってちょうど今日送られてきました。1年前に送った実がこうやって台木となって帰ってきたわけですね。この袋1袋に台木が500本入ってます。お気に はい、というわけで今回はバラの接ぎ木に使う台木についてご覧いただきました。それではまた。